今週もゼロワンめっちゃ面白かったですね。ドードー、ホロビ、ジンと、あとエイムズ、アルト、ジンの3対3の構図がめっちゃ良かった。ドードーがなんだかんだいいキャラしてますよね。今のところまだラーニングが少ないんで子供っぽいですけど、なんかいずれめっちゃかっこいいキャラになりそうで、暗殺ちゃんもこれからどういうキャラになっていくのか楽しみですね。ということで、ベローサー絶命ライズキーを、まあ、2個、まあ、3個かな、なんとか手に入れたんですけれども、まあ、何がやりたいかっていうと、前回やったね、この傷を破壊する、絶命ライズキーを破壊することをしたかったので、さあ今日はそれをやっていきましょう。腹筋崩壊太郎を作っていきましょうね。で、結構これやった時に、まあ自分的にはすごいうまくいったなって思ってるんですけど、傷ちょっと多すぎたかなって思ったんですよ。ただ写真とか今日のね放送のやつとか見ると、これ堂々のやつなんですけど、まあ、なんだかんだ結構傷はついてるんで、まあ、もうちょい減らしてもいいかもしれないなと思って、まあ、ちょっとね今回は傷をこれよりは少なめにやろうかなと思って、まあ、ということで作っていきましょう。じゃあまずは前回同様マッキーを使って、線をね引いていきます。少なめでこんなもんにしといてみました。まあ分かりづらいですけどね。これでじゃあ前回同様またねこっちもアンダーゴテで傷をつけていきましょう。はい、なんだかんだこんな感じですかね。前回のファルコンプロバイズキーと比べるとだいぶ傷は少なめにしたんですけど、まあ、やっぱちょっと少ない方がリアルに見えるかな。あとちょっとポイントとしては、この傷一番先までやる傷をこの丸いサークルの部分までかかったぐらいに、ちょっとかかるぐらいにしておくと、これこの丸い部分ってどうなるかっていうと、01ドライバーに刺した時にここが見えるんですよ。ちょっとこんぐらい傷入ってると、なんか傷のつけられたプログライズキー、絶命ライズキーっぽく見えるので、ちょっとこれはワンポイントとしておすすめかもしれないです。こんぐらいね、ちょっとこのサークル内に傷がちょっと入るといいかもしれないですね。ということで、ベローサ絶命ライズキー、腹筋崩壊太郎絶命ライズキーの、破壊を今回は試みたわけですが、今週のゼロワンでね、ドードーの絶命ライズキーが一回破壊された状態でもそのまままた再利用できるようなことが判明したので、この先ね絶命ライズキーは全然そのまま再利用される可能性あります。ベローサの絶命ライズキーとかも滅亡人雷 .net に回収されたりしてるんで、もしかしたら、まあ、多分1回スーツ作られた怪人って再利用されがちなんで、また出てくるかもしれないんで、あとはね絶命ライザーがプレ版で今予約してるやつが早く届いてほしいですね。これはもうセットしたくてしょうがない。というところで今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価、よければよろしくお願いいたします。バイバイ。